こんにちは、速稼塾の久保です。今ね、メルカリから届いたんですよ。あの、大和くんにプレゼントって言っても私が買ったもんなんですけどね、メルカリでちょっとね、いいもの見つけたんですね。で、今楽しみでこうやって開けていくところなんですけども、せっかくなんでライブ放送しようかと思ってます。大和くんね、車が好きなんですけどもね、リアルでもミニカーでも。で、今回私が買ったのが、あ、電池つけてくださってありがとうございます。あの、メルカリで取引してくださる方って本当にね、丁寧な方ばかりで本当助かってます。ですから私もね、一切値引きをせずに明示された金額ですぐに落札することにしています。今回ね、このアンビュレンスですね、あの救急車がうちなかったんで、救急車のミニカーというかね、ミニカーってのでかいですけども、結構これをお願いしました。あ、厳重に貼ってあるの壊れちゃうかも。はい。ちょっと乱暴に開けましたけど、ほら、すごく綺麗ですね。エルグランドですね、しかも。エルグランドの救急車で、ボタンが押してあるんで、多分これでいろいろとね、喋ったりするんでしょうね。これネジのところがありますから。で、ライブ放送中なんで、申し訳ないんですけども、ちょっと段取り悪くてすいません。ちょっとネジを開けてね、電池入れてみようかと思います。こう、ぐるぐるぐるっと開けるところがあるんですよ。間違って電池とか飲まないように、ネジ式になってるんですよね。まあ、ですので、若干ね、これ取りにくかったりするんですよ。どうやっていくんだ？よし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 。こんな感じですね。で、付属している電池、これをね、入れてくださってますんで、この電池を入れて、ちょっとね、音を試してみようかと思います。こうな。結構簡単にね、この手のおもちゃっていうのは、段取りできるんですよね。それじゃあね、これはね、多分ね、あ、こう。こういうふうに勢いをつけると、このままこうやって走っていくパターンですよね。ミニカーには後ろに引くと前に走るパターンと、勢いをつけたらあとはね、重りで前に行くパターンとあるんですけども、これは前に滑走するパターンですね。消防庁救急隊ということで、今リアルな現場でもかなりね、活躍してるんではないかなと思います。よくできてますね、最近のおもちゃは。エルグランド。すごい。私もこういうのミニカー結構好きだな。このぐらいの大きさになるとね。今、ナイトライダーの8分の1モデルって私作ってるんですけども、あれがね、2年半ぐらいかかるんですよね。しかも20万ぐらいかかるというね、とんでもないミニカーなんですけども、これは1500円ぐらいで売ってくださったのかな。すごく、お手元にね、手に入れやすい価格で本当ありがとうございます。それじゃあ、早速、1,2,3,4 と4つあるんで押してみようかなと思います。1番。すごい。わあ、光ってる。すごいリアリティですね。2番どうですかね。あー、これは交差点とかを突っ切るときの音だ。むちゃくちゃリアリティあるじゃん。3番。あ、これは何でしょうか。アナウンス付き。今日ね、たまたま救急車後ろにいて、交差点になったんで道を譲りました。いやー、その日に届くなんて。昨日ね、落札したんですよ、メルカリで。すぐ届きましたね。もう本物じゃないですか、これ。すごいな、救急車。いやー、これは嬉しいな。私もね、大和くんと一緒にちょっと子供心取り戻したいなというふうなね、まあ、年の差50歳近くある親子でございます。奥さんがちょうどね、真ん中ぐらいなのかな。本当ありがとうございます。じゃあこれ使わせていただきます。本当に譲ってくださった方、ありがとうございます。